はい、どうも、もちゃです。今日はインターハイ2連覇という輝かしい実績を残されたズーヤさんをお呼びしております。で、ズーヤさんと高校テニスについて今日は、語り合いたいと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、インターハイって、特に、漫画とかでも言うと思うんですけど、実際それどういう大会なんですか？そうですね、インターハイって、よくドラマとかでも、夏、インターハイ目指そうみたいな感じで出てくると思うんですけど、インターハイって、高校の採点、いわゆるこうオリンピックの、高校生バージョンだと思ってもらえればと思います。でテニスだとですね、日本テニス協会が主催している、全日本ジュニア、全国大会なんですけど、それも夏にあります。で、インターハイっていうのも夏にあります。この2つがですね、高校生にとってはすごくこう大事な大会だったりとか、そこを目指す大会でもあるんじゃないかなと思います。なるほど。ちなみにゴンちゃんはインターハイって出たの？一応高3の時だけ出ました。それは代表はどこ行ってたの？埼玉県で。あ、なるほどね。ですけど、1年の時はベスト8ぐらいに負けてしまって、またベスト4まで行けば埼玉4人まで出たんですけど、そうですね、ちょっと1年の時はダメでしたね。神奈川だと何人ぐらい出るんですか？神奈川はね、高校が一番実は多くてですね。そうですよね。もうめちゃくちゃ人数いるんですよ、個人戦も含めてる。もうほんとめちゃくちゃいて、大体5人から6人ぐらい個人戦では出れて、ね、団体戦だと大体都道府県1個しか出れないんですけど、はい、そうですね、神奈川県と確か東京も2個出れたんじゃないかなっていう形で、もうほんと神奈川はね、強豪校が多くて、もう神奈川制すと全国制すと言われるぐらい、強豪校が集まってます。そうでしたね。僕らの時も神奈川めっちゃ強かったですね。もうほんと神奈川はもう強くてですね、もういい選手がそうですね、たくさんいて、もう層が厚かったかなと思います。はい、確かにそうですね。で、インターハイの巣があったり、全日本ジュニアってあるじゃないですか。はい、ありますね。そっちのはズヤさんどうだったんですか？全日本ジュニアは、最後の年ダブルスでベスト4に入って終わったんですけど、このまた全日本ジュニアがですね、結構大変なんですよ。タフですよね。暑いですし、あれはタフで、何がタフかっていうと、いいですか、だいたいインターハイっていうのは全日本ジュニアの前の週にあるんですよ。で、前の週からまず団体戦があって、で団体戦も勝っていった翌日から個人戦があって、個人戦のシングルス出てる人もいたら、またその翌日に今度ダブルスがあってっていうの形で、1日大体4試合ぐらいあるんですよね。はい、であれがもう本当体力を奪いまして、そうですよね。でこう決勝まで上がって優勝したと思ったら、もう翌日にはもう移動しないといけないんですよ。はい、でこれがまたインターハイって大体毎年毎年開催される場所変わるんですけど、全日本ジュニアは大阪なんですよね。はい、で大阪に近ければすごくいいんですけど、はい、これがまた遠い地方とかでインターハイがあるとですね、もう移動が大変で。なるほど。でしたよね。でしたね。私の時は沖縄インターハイだったので、かなり移動というか、飛行機もね、取れなくてね。はい、そうなんですよ。で、また何が次、こう体力的には大変なんですけど、もっと技術的なことを言うと大変なのはコートサービス違うっていうのは、あれもすごく厄介で、はい、と言いますと、インターハイっていうのは大体こう砂入り人工芝、いわゆるこうオムニコートって言われるようなコートで、大会1週間とか10日間ぐらいあるんですけど、全日本ジュニアはなんとこれが急にコンクリート仕様のハードコートに変わるわけなんですよ。そうですね。そうすると、ボールは跳ねる、はい、ボールはめちゃくちゃ速くなるっていうので、もう感覚が合わない。そうですね。っていうのはあったかなと。確かボールも変わりますよね。ボールも変わる変わる。あとあれも変わる。インターハイって選手によってはメーカーさんからこうラケットとか道具提供とかもらえるじゃないですか。はいはいはい、テニス特有の、はいはい、でモニターでラケットもらって試供してもらってる選手ってこうちゃんと
ロゴ入れると思うんですけど、はい、メーカーのインターハイってそのロゴを入れられないんですよ。ダメでしたね。ダメじゃないですか。でそれもまたガッと張り替えないといけなかったりとかして、はい、感覚変わるんですよね。はいはいはい。でもっと言うとインターハイの直前まで僕らって関東出身だと、はい、関東ジュニアあるじゃないですか。ありましたね。で関東ジュニアの時はあれ全日本ジュニアと同じ、日本テニス協会の管轄なんで、あのロゴステンシル入れても OK で、それでやるわけじゃないですか、はい、で終わったらすぐガッと張り替えないといけなくて、でもそれステンシル入れちゃいけなくてっていうような形で、なんかすごく大変だったなっていう、なんかまあ大人の事情かもしれませんけど、もうあれは大変でしたね。確かに。